この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。改めまして、はい、明けましておめでとうございます。放送はもう、あ、新年2回目か、まだ2週目の放送です。2週目ですね。でもなんか年末も前回もちょっとイレギュラーな感じで、うん、ね、インタビュー祭りみたいになってから、ね、バタバタしてましたね、はい、そうなるとまあ通常放送としては久しぶりな感じでございます、はい、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。私もよろしく。お元気そうで、はい、無事に年を越せた感じで、そうですね、結構久しぶりですもんね、こうやって集まって、ね、そうですね、年は越えた、うん、年は越しましたね、はい、年は越し一応なんか一人一人挨拶しといた方がいい？新年の挨拶ですか？新年の挨拶。新年の挨拶。新年の挨拶。じゃあ誰から、寺井さんが行きますか？私から。あ、じゃあ今週の寺井なんですけどもね、はい、今年はそうですね、2022年は、うん、まあ、先週もね言いましたけどね、うんうん、抱負でね、そうですね、今年のテーマは整えるというテーマを、うん、サウナーですか？その整うじゃないです、サウナーじゃないです、その整うじゃなくてね整理整頓の方の整う ね、 あ、そうですね、はい、頭の中も整えて、なるほど、あの体の、ね、メンテナンスも整えて、やっぱサウナですか？そうですね、あのぎっくり腰にならないっていう方のね、そうね、大事大事。そうか、そんなに何回かなったんでしたっけ？1回だけ？だいたい毎年、うん、あの恒例でこの時期はなるみたいなのがあるですよ、季節の変わり 目、うんうん、季節の変わり目、はい、季節の変わり目ですよ、やっぱり。ちなみに去年はいつぐらいになったんですか？去年あれ10月下旬かな、うん、おー、うん、になって、うん、その時期は初めてだ。いつもね、2月3月にやりがちなんで。じゃあ今からじゃないですか。そうなんですよ。今年はもう早々2月3月あのぎっくり腰しないっていうのがテーマですね。ぎっくり腰って僕なったことないんですよ、まだ。私もないんですね。あります？私もないあるある。私はもう最初がね、うん、いろんなタイプがありますね。そうそう、息子が2ヶ月だったんです、子供が。あ、赤ちゃんの時。その時抱っこした瞬間に、うわ、初めてなってて、その時痛くって骨が折れたと思うぐらい。うわ、辛いね、それ。動けなかったんですよ、そこから。それは背骨？背骨っていうか、こう、もう本当に腰から背骨からお尻周り、はいはいはい、私何が起こったか分かんないぐらい。下半身が動かなくなりますよね。動かなく、だからその時はね、あの車椅子に乗って診察を受けました。結構重症ですね。もういや、初めてがそれだったんで、なんだか分からなくて。意外と盛り上がるね、ぎっくり腰。ちなみにその治るまでには何をするんですか？治るまでにはじっとしとくだけみたいな、結局最終的にはもう時間が経過するのを待つな、うん、もう自然治癒なんですけど。自然治癒はできるの？それをあのなるべく短く、はいはいはい、あのスパンをするために針治療して血行を良くしたりとか、うん、ちょっとこう歪みを矯正したりだとかですね、そういったこう筋肉のほぐしをしてあげるっていうことをするとちょっとは楽になったり、はい、早く治ったりします、ね、うん、その後ね、歩きましたね、結構子供と一緒に、うん、ああの予防という意味でね、うん、そうそう、体力がやっぱりないのも疲れてるのもあったと思うんですよ、その時私、まあ、いろいろこう重なるとなるみたいね。そうそうそう、体が疲れてくるとしますね。疲れとなんか運動不足と、うん、あとも季節の変わり目の寒暖差、うんうん、で体がこわばってたりとかすると、うまく動かせなかった、そっちにこう不気になる、うん、僕とかほら年齢的にもさ、うんうん、とか例えばこう中年太り的な感じも含めてもういつでも なってもおかしくないみたいな感じなんだけど、まだならないんだよね、うん、なんでだろう。体型は関係ないじゃん。そうそうそう、関係ない、うん、私の親も紀藤さんぐらいの年齢からもう今でももう全然なってないですもん。やっぱなってない。身長も体格も結構似てるんですけどそうなんだ一回もなってないです、ね、はい、あんまりちっちゃい大きくないって言ってたもんね。あ、そうですそうです、うん、そう、あのほらならない人はならないですね、ならない人はならない、本当に、うん、結局なんかこうコツなんですよね。そうそうそう、寺井さんほら身長大きい方じゃない、うん、やっぱなりやすいとこあったりするの？それもほら、あのなんか物を持つとき膝をこう曲げてちゃんとこう腰を落としてやるとかね、うん、なるほど。それをこうちょっとこう武将物でね、こう腰だけこう曲げてやるとかすると、あ、それは言われる、うん、なんか独特があるって、腰痛める人はなんか痛めるような姿勢をしてるっていうのは病院の人に言われました。こうするからなるんだよとか、うん、なるほど、うん、その時はああそうかって思うんだけどね、うん、やっぱ癖があって、あ、そうちょっとずつしか治らない、ね、膝曲げないでね、なんか物を拾おうとするんですよね、うん、そうそう大変ですね、物を拾う時いちいち、そうそう気をつけなきゃいけない、うん、そうか。でもそれ本当不意打ちに来るからね、うん、
忘れた頃にやってくるんです。じゃあ今この2人以外の4人も気をつけましょう。気をつけます。ね、これからがあれですよ、危険な時期ですからね。そうですね、まあ、寒くもなったりこうするし、寒くなる時期ですね。そう、確かに仕事もちょっと忙しくなる年度末でね。ですからね、わかりました。はい、気をつけてください。年度末の放送、僕も仲間入りしてくるかもしれないです。はい、今年も頑張ります。よろしくお願いします。じゃあチフィ行ってみようか、こっち周りで。私ですか、今年、抱負ですか。抱負、でもこの間抱負、まあまあ話したからね。そう、今年そうですね、なんだろう、変わらず楽しくまあそれが一番いっちゃいいけどね。みんなに元気を与えれるように。みんなに元気を与えるなんか芸能人ですか、なんかみたいなアイドル宣言ですね。いやいや、そうそう、南畑の中では若い方なので。そうよ、あ、そうだね、ぶっちぎりで若いよ。ぶっちぎりで若いね。まだちび子たちがいっぱいいるので。そう、あ、そういうことね。そう、その子たちにちょっと負けるんですけど、ちょっとそうか、大人の中で若い方なので頑張りたいと思います。そうだね、うん、もう、あ、年末年始初めてだったのか。何が、ん、2回目ですよね。2回目の年末年始か。2回目です。そうか、こっちで過ごすのは2回目。いや、もうベテランね、もうそろそろベテランの域に入って、うん、いやいやいや、頑張ります。頑張りましょう。頑張りますとか言って。じゃあもうその次、亀ちゃんも。はい、私あの年末年始初めて、うん、過ごした。過ごしてはないんですけど、来たって感じで。あ、そうかそうか、日帰りで来たもんね。1日だけ、うん、1日だけあのボーブラ市場開催の時に日帰りで来たんですけど、うん、来年はですね、なんかうろちょろしましたね、あの時。あ、そうですね、なんかいろいろ撮ったりとか作ったりとか、そうそうそう、広報係しちゃった。させてもらって、うん、もう来年はちょっと朝一から入れるように、前日ぐらいから1泊2日にしようかなっていう感じにします。帰るのは帰ろうかなと思います、うん、え、どういうこと。今年はあの日帰りで来たんですよ、29日に合わせて。そう、ボーブラ市場のことを言ってるわけね。あ、そうそうそう、始発で飛んでねもうじゃあ今年の12月29日のこと言ってるみたいな話ね。早いな。もう年末のこと。今年、そうですね、今年はそういうところもちょっと朝から出られるようにすごいね、今まだ1月の12月の目標をいいですね、なるほど。いや、あとはちゃんらしいな、なんだろうな、うん、ちょっとあの車乗り始めてまだ1年目で、はいはいはい、まあ、コロナもあった関係で、あまりこの九州を満喫できなかったところがあったので、ちょっと九州のいろんなところを見に行くっていうところで2年目は目標にしたいと思います。わ、いい、いいね、いいね。どこ、どこ、どこがおすすめ、あずあず。私ね、湯布院が好き。あ、湯布院ですね、温泉地ね。あの九十のね、山並みの感じがね、大好き。うん、いいですね。まあ距離的にもほら、2時間ぐらいで行けちゃうかな。どこでもいいですね、そう、だからそんな遠くない、うん、うんうんうん。九十の方、すごい、ドライブしよう。人気やな、初めてです。私ね、年末に日田に行ったんですけど、日田からね、あの九十高原パークでしたっけ、なんだっけ、あのほら、ジェットコースターとかあるとこね、木島、木島高原、木島高原、木島高原に行こうと思ったら、あの辺りは雪で行けなかったから。あ、そうなんだ。そう、でも、もう全然、あのまさか降ってると思わなくて、でももう全然、雪、もういわゆる年末、年末31で行きました。あ、30、31、そう、結構寒かったか。そうなんですよ、北の方は全然降ってなかったんで、行けるやろ。ちょっと標高が高いからかですね。2年連続ダメでした。去年も雪でダメで、今年もダメだった。再チャレンジしたのにね。来年こそは、もう来年はもうスタッドレスで行かないと。じゃあもう夏に行った方がいいんじゃないか。そうですよね、夏に行けたらなんで冬に行くんだって感じですね。確かに。まあでも、やっぱ温泉も気づかなかった。そうやね、わざわざ真冬に。夏じゃないにしろ冬じゃなければ、そんなに降ってない。登れる時期にね、ちょっとずらして。あ、そう、山登りしようと思って行ったけど。全然、あ、違うの。全然。あ、ジェット、そっち、あの遊園地の方、遊園地の方に行こうとしたからですね。ジュピターってやつ。そう、それそれ。ぜひ、乗らないのかな、今度行くとき。その木でできたすごいんだジェットコースターなんですよ。すー、結構ね、そうそうそうね、結構もう何回か若い頃だったよ。だいぶ経ちますよね。もう全然学生の頃からあるよ、俺たぶん。そうなんだ、行ってみて。日田、日田ですか。うん、木島。まあでも日田からちょっと30分ぐらい行ったとこじゃない。大分県。うん、同じ大分県、隣町みたいなもんかな。だから僕らが乗ってた20年前ぐらいはね、まだできたばっかりであれだと思うけど、今だいぶ年季入ってやばいと思うよとか言って、そんなことで怒られるな。
結構もうあのそう木だからね。本当に木だもんね。音がねゴト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 ってなってキシキシキシって言って。それが結構スリルあるんだよね。そうですよね。あの一番下じゃない、一番上からの下りがね、なんか空飛んでる感じでね、私は好きだったあの若い頃は。まだ今も多分あるよね。ありますよね。ね今度ね。まだ夏に夏に行こうと思います。大分推しみたいな。大分推し。ね温泉もあるしね。近いところから。シホリンもじゃあなんか。そうですね。なんか私もな寺井さんとあれですけど、やっぱちょっともうね。何ですか健康診断ずいぶん受けてないんですよ私。あら。ちょっと今年はねちゃんとメンテナンスそこもしなきゃなと思って、うん、あのねなんか本当に全然やってないなと思って健康診断をまず受けて、まあ健康な体でまずは言おうと思ってます。なんかもうでちょっとね年寄り臭くてごめんなさいよ ね。俺も思った。もうちょっとしほりん若々しかったよな。去年までは結構若々しかった。1年でね。なんかこっちの領域に入ってきたんだよと思って。20代とのコメントの差がすごい。そう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 。ねえ。そうそう。もうもはやみんなに元気を与えたいみたいなこと言ってたのどっちかって言ったらなんかまずマイナスからゼロに戻してみたいな。やだやだなんかもうね。若々しくあるように頑張りますじゃあ今年は。あのまあメンテナンスも大事だし気持ちも。そうそうより若々しくね。そうですね。保てるように頑張ります。そのためにはね健康大事です。そうそうそう。もうね視線がもう。いやいやなんかすごい親近感は。もうこっちの領域なんだなと思って。そうだよね。いや健康大事です。本当大事です。そうしましょう。僕もそうだね。じゃあザズもじゃあはい。みんな健康になって私はそうですね昨日ね歯をきれいにしてきました。私ちょっと素晴らしいメンテナンスしてるじゃないですか。あそのホワイトニング的なやつね。はいはいはい。歯きれいにして今年はねあのもうここ墨付けも3年目にとなっとなるのであざあざがあの来てもう2年目終わっちゃいそうなのでまた3年目に向けて少しずつ積み重ねていこうと思ってます。ね、皆さんまだねあのアナログからちょっとね一歩抜けたのでみんなのおかげで、うん、もうちょっとえどういうこと あんまりそのパソコン使うとかが慣れてなかったってこと。そうだって私あの仕事始める前にまず Mac とかもやらないし Facebook も何もやらなくって、うん、これですよ。あそうなんだ。指これちなみに指一本でカタカタ打つ的なね。これ押していいとの世界だから。あ本当に本当に。へえ。そうそれからここまで来たらちょっとまたみんなにちょっと追いつくように頑張っていきたいなと思ってます。なるほど。はい素晴らしい。僕聞きたい。そんなに聞きたいですよ。いやもう一緒ですよ。みんなに元気も与えたいし健康も気をつけたいしぎっくり腰もなりたくないしねえ、九十も行きたいし。ジュピターも乗る？歯ももうちょっとメンテナンスしないとやっぱいけないからな。歯は大事。そうなのよね。俺なんか、うん、それこそ2年ぐらい前にちょっと痛んだとこがあって、うんうん、でこれを機にちょっとまだほら治療残しとかもあったからもうやろうと思って、うん、結構ほらあれの気合い入れないといけないじゃない。そうなんよ。で、相当気合い入れていったら、ね、コロナになっちゃって、そうそう、なんか途中でなんかね、ほったらかし、結局ほったらかしになっちゃってるんですよ。それは言った方がいいです。そうそう。そうだから歯はなんかもう、うん、今年になるとほらもうちょっと将来おせんべい食べれなくなっちゃうんじゃないかなみたいなそんな気にもなるから。そうですよね。うん、なんだ今日はそんな話か。あでも違う、あの実はですね今ちょっと確認したんですけれども、うん、この放送が142回目になるみたいです。前回が141回なので、だからあと例えばちょっと1ヶ月2ヶ月ぐらいすると150回。すごいね。だからだいたい毎週やってるってことは1年で50回だから。うん、もうそんな3年ぐらいになるってこと？うん。そうか。そうだね。そうですよ。そうですね。すごいですね。そうだよね。うん、あの駅船さんが一番我々の中では長いの。そうですよね。が今今日放送が明日。あなんてね、木曜日放送ですけど、うん、最新で147回あ、じゃあもうちょっとしたら150回になるんだ。すごい。この放送がだから5回分ぐらい6回分ぐらいちょっと後ろ行ってる感じですけど、すごいですね。すごい、うん、なんかまた記念放送しますか。150回そうですね。100回の時なんかしたっけ。ほらこれあのお花持ってきたの、うん、これこのあれもう1年前そう
そうかも、そんぐらいになるかもしれない。いやだって50回前ってことは、いやそうですよね、1年近く前、うん、の時にきっと P が、カメちゃんまだあの時いなかったか、うん、カメちゃんは1年前だからいないかも、いないよね、100多分3回とか4回の時に初回だった気がします。そうなんだね、100、3回、4回だった気がする、ね、じゃあその後か、うん、でなんか歴代再生回数を見たんですよ、見たねー、ランキング取ったんです、そう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 、で1位はあれだったでしょ多分、そうあれあれ、1位は9回目じゃなかった、9回が1位だったかな多分、あの例の巻き巻きの、そう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 、キャベツキャベツ、そうそうそう、キャベツキャベツ、蝶々、蝶々青虫、多分今まだ超えてないと思いますけど、うん、誰もね殿堂入りです、そうか、なんかちょっとじゃあ企画を、まあまだもうちょっと余裕があるんで、150回目に向けて企画を考えていきましょうかね、ということでございます、はい、はい、それではじゃあ、はい、まあまあ久々のこのコーナーみたいになるのかな、そうですね、はい、じゃあしほりにお願いします、はい、サウンズオブ南畑、はい、はい、ということでこの通常会のコーナーでございますが、はい、今日どなたが、はい、私がいただいた音楽、いただいた曲ことですか、音でございますが、はい、はい、何を今日は、あ、お正月ならではの音になってますので、うん、じゃあちょっとまずかけて、うん、聞いてみましょうか、パチパチ言ってますね、まあまあ激しい音ですね、うん、もう絵で見えてますからね、そうですねこれはいわゆる、はい、これちなみに何日ですか、これはですね1月の9日の日曜日に開催されたものなんですけど、時間帯的には朝からですね、朝早いんですよね、はい、これね、あのこの今回あのいただいた音のところに関してはですね、鳴竹地区なんですけども、うんうんうん、まあ、皆さん集まれるようにということで、割ともう8時とかそのぐらいの時間帯を設定されてましたけども、はいはいはい、墨付の真横ではですね、うん、毎年1月7日に必ず、もう平日だろうが何だろうが1月7日に必ず行われるんですけど、それに関してはもう6時半ぐらいから、うんうん、もう真っ暗の中、まだ暗いですね、なんなら今回ご参加されたアザーズが早朝から、そう、私もちょっと遅れたんですけど、うん、あの地区の方、一ノ瀬地区の小組合で7名ぐらいでやるんですけど、うん、まず6時半頃に日吉神社にちゃんとお参りを、うん、お祓いを受けた後に6時45分ぐらいですかね、それぐらいか点火、うんうん、で7時10分ぐらいまで今年はついてたって、あのちょうどあそこちょっと黒くなってるところ、うん、そうです、あそこにも火柱のようにザーッと上がってですね、すっごく綺麗で、うん、まだ何が行われたか言ってないんですけど、あ、そうか、これ正式名なんて呼ぶんですか、いろいろあるんですよね、ですよね、地域によって違って、私はどんど焼きって言うんです、どんど焼きって言います、この辺り本源行って、本源行、うん、聞くね、あとはね、どっかな、詐欺町とかいうとこもあって、詐欺町、そう、全国ね、いろんな名前があるんですよ、これちなみに福岡以外の2人は馴染みですか、私あのどんど焼きって名前は聞いたことあるんですけど、実際にやってるのを見た記憶はない、あ、そうなんだ、でも言われて耳馴染みがあるのはどんど焼きですね、はいはいはい、あ、本源行ってのは聞いたことない、ないです、あ、そうなんだ、私はそもそもあんまりこういうの知らなかったです、あ、本当、うん、なんだろうって感じです、2人の地元ではまあなかったのかな、やってたけど知らなかったのかな、私参加したりとか、なんかそういう地域とか、こういうなんか普通にまず焼けるような場所があるようなところ、あんまり住んでなかった、まあ、住宅地みたいな感じか、うんうんうん、多分そうだよね、結構火が大きくなるからね、田んぼとかあんま身近になかったんで、どうですか亀ちゃん、亀ちゃんの栃木県は、いや栃木県も本当田んぼあるんですけど、私の地区とか近所ではちょっと周りに木が多いところがあったんで、やっぱそうか、迷っちゃったら大変だしね、あ、そうですね、それで多分できなかったかなとは思うんですけど、でも名前は聞きなじみ、そうだよね、まあ多分全国的にやってるんだとは思うんですよね、まあやっぱりだって中川でも結構街中じゃもうできないところあるもんね、うん、なんかねエコの人たちが、うんうん、今なんかほら運動公園みたいなのが建設中、うん、なんかそこの場所で今までやったけど、うん、工事が始まるからもう来年からできなくなるって言ってた、場所がなくなってって言ってた、だからそうやって ね少しずつこうなくなっていくっていうのもあるかもしれないですよね、
逆に復活したとこもあるんですよ。へえ、一ノ瀬ね。一ノ瀬、うん、なんか一ノ瀬もあの結構小組合ごとにやるらしくて、そうそうそう、小組合って、組合が小さいってことですね。そうそうそう、小さい小組合、回覧板が回る範囲が小組合。そうそうそう、一ノ瀬だけでも何個ってあるんですよ。じゃなくて、一ノ瀬区の中でもいくつかこう分かれてる、ね、班みたいな、班が、うんうん、班って言いますね。班ごとにこう、あの本兼業をやってる。で、一時50年ぐらいこうずっと もうやらないくなった地区があって、そこを今年復活しようって言って、うん、やり始めたところがあります。逆に、うん、増えたっていうところが、うん、なかなかね、そうそうそう、復活って難しいから。意味合い的には どういう意味合いがあるんですか。あ、ですね、なんかあります、浅塚監視五穀豊穣、無病息災とかですね。あ、五穀豊穣、うん、無病息災とか、 あれなんかほらね、手ね、こう煙がふわって伸びてくる、はいはい、あれがなんか、ね、かぶるといいとか言うんですね、うん、でその灰で焼いた餅を食べると一年健康であるとか、うん、書き初めを燃やして、その書き初めがこう天高く昇ると、うん、書が上手になるとか、なるほど、なんかいろんな意味合いがあるらしいですよ。あれは違うのかな、浜屋とかさ、ああいうのを燃やしちゃったりもするの。それはしめ縄とか燃やしますもんね。やっぱそうですね、もうお正月飾りが終わってそこで燃やすとかいうこともあるんですよね。今回あのこの日吉の横の田んぼの本源業に、はいはいはい、持ってきました。あ、しめ縄、それこそうちの地区も住んでるところももうなくなっちゃって、うん、あ、そうなんですか、うん、やるとこがないので、うんうん、いつもこういろんなところに、うん、今年は慣れたケチクとか、なあ、そうかそうか、で今回はちょっと、まあ、ずっと中之島公園お世話になってるので、うん、もう隣の、はい、ところに持ってきましたけ ど、竹を組むんですか、あれは。そうです、そうです。竹とか笹、うん、笹もちょっと ね、上の方はね、飾りみたいな感じで、だからさっき のパチパチとか、そうそうそう、パチパチなんかすごいパーンって音がするよね。なんか水分が多分、そう、なんかそうそうそう、熱くなって膨張してボンって、ね、そうそうそう、節と節の間がもう破裂してね、うん、なるほど。なんかね、燃えた後ももうね、すっかり燃えてるんですけど、うん、もう結構2時ぐらいまでカッポ酒飲みながら、うん、ねえ、カッポ酒、カッポ酒ってわかる？わかんないです。お酒を飲んでいたことはわかるんですけど、竹の中にお酒入れて、その中にそこで温めるの、スポって刺しとくのよ。そしたらその自然にっていうか、火の、あ、まあ、うん、もう燃えた後でも火が、ね、そうそう、熱が残ってるから、でその熱感になるのね。あ、いいですね。火をつけるのは1次会で、うん、その後2次会、これからが本番火が少しも、もうほぼ消えた後の、こっからやもんね。そっか、まだちょっと赤くなってる灰を囲みながら、そうそうそう、うん、そこからね、こう振る舞いがあったりとかね、うん、本来ならね、あれ、うん、ほんとにでもほんのり竹の香りがつくんですよ。あー、いいですね、うん、ね、あれいいですよね。どうですかって言われたんですけど、うん、ちょっと仕事中なんでって言って、うん、欲しかったですけど、ちょっとそれは諦めましたけど2年前ぐらい鳴る竹にフラッと、はい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 、見に行って、で、そのお酒を、うん、2杯ぐらいいただきました、うん、なみなみに注いで、おー、さすがですね。それは美味しそうだな。6時からおみきの量じゃないって言って紙コップになみなみ、なんかコーヒーとか温めてもらったらよかったね。あ、そうですね、炭火カップコーヒーいや、なんかいいですね、正月らしくて、ようござんした。結構派手な音だということでしたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、まだ結構時間があるんですけど、まだありますか。結構喋った気がする。あ、今週の寺井さんには飛ばしてエンディングの曲かけてしまいましたけど、エンディングの今週の寺井さんで最近、そうそう、はい、中之島公園、そのカワセミの里、はい、ずっとほらね、今まで最近今週の寺井さんやってなかったから、そうでしたかね。どんな状況で ございますか、最近。まあ、冬の中之島公園って感じですけどまあでも今年はちょっとだけ強気に行こうかなと思う。強気に行く、うん、冬の寺井、うん、強気というか、うん、まあ冬の公園も楽しいよ、中之島公園も楽しいよっていうのを、まあお知らせしたく、うん、まあイベントもちょこちょこ、うん、はい、入ってますので、ぜひ来てほしいなっていうので、うんうんうん、ちょうどこの放送の来週かな、来週なるかな、うん、来週の
1月16日、うんうん、イベント情報を申し上げてよろしいですか、うんうん、お願いします、はい、あのカラーガードって皆さんご存知ですかね。あ、私しました、したことある、学生の頃しました。わ、かるカラーガードって、あの私なんか旗のそうそうそうマーチングバンドをやってた。そうそう、やってた、一緒一緒、多分だからまさにそれです、それです、それをする担当でしたね、うん、年中ぐらいの時に。そうそう、うん、そのなんかダンスだったりをベースにして、あのこう、うん、フラッグって言われるその、うん、旗とか、あと木製のライフルとかを持って、はいはい、そのなんだろう、こう集団行動みたいな感じかな、うんうんうん、そうですね、こう同じ動きをしたりとか、こういろんな動きをして、こうなんだろう、体とを使って音楽を表現するよう な、うん、なんか形の、なんかそういう、なんだろう、これは何になるんですか、スポーツなのかな、スポーツじゃん、マーチングバンドですね、まあ、バンドみたいな、うん、はい、そんなのがあるんですけども、まあ、今それをこう教えてる、まあ、カラーガードとか、まあ、ダンススクールを、うん、あのしているあのスタジオ8さんという方が、まあ、今年2022年から本格指導されるっていうので、うん、あのまあ、あのよく知る、まあ、方がちょっとそういうスタジオをこう設立されたということで、あのぜひぜひ公演もコラボして、あの楽しんでもらいたいなっていうので、あのカラーガードワークショップっていうのを1月16日に行います。はい、これ体験無料なんですよね。はい、で今回あの対象は小学生のお子さんたちですね、うんうん、小学校1年生から6年生のお子さんたちが対象にはなるんですけども、うんうん、参加無料で、ちょっと体験ができるというところで、うん、はい、詳しくは、まあ、あの中之島公園のホームページとか、あの SNS にも載せているんですけれども、うんうん、ぜひぜひ皆さん来てほしいなというところですね。うん、はい、面白い。持ってくるものも、あの水分補給の飲み物とタオルぐらいで動きやすい格好してもらえれば、いつでもご参加いただけます、うんうん、はい、で参加いただいたご家族にはコーヒースタンドの割引券もちろん お付けしますので、あの黄色い紙だね、黄色い紙、黄色い紙はね、あの、うん、あれです、まだまだ、あの赤い紙があるんですよ。赤い紙があるんですか。上には上が上には黄色いのは何枚か持ってます。黄色いのはあのお買い物された方に、そうですね、プレゼントしてます。もうちょっとちゃんと、はい、もうちょっといいのイベント参加された方は赤い紙、赤い紙がもらえるんですか。特別な赤い紙、うん、ちょっとこう割引率が違う特別いいですね、特別なやつが、なるほど、はい、というイベントがあります。はい、まあ、寒いけどこうちょっと体を動かしたらね、いいんじゃないですか、ね、温まるんじゃないかなと思いますので、ね、うん、はい、ぜひぜひ遊びに来てほしいなというイベントがあります。日にちは何日ですか、もう一回お願いします。1月16日の日曜日ですね、うんうん、あともう一日、1月は29日の土曜日にも、うん、同じように開催します、まあ、お好きな、うん、あのご都合のいい日にちを選んでいただいて、うん、で時間帯も10時からと1時からと3時から、うん、あ、3部に分かれて、ね、はい、3部に分かれてますので、うん、はい、ご都合のいい時間で、うん、あのチョイスしていただいてご参加いただければなと思います、うんうん、申し込み制になってますので、詳しくはホームページからご覧いただければ助かります、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。他よろしいですかね。ねえしほりん、ね、そうなんですよ。ねえしほりん、まあ、この今年一発目の今週のしほりんで締めたいかなと思ってるんで、コーナーになってます。なんかあったかなぁ。ねえ、そう、あの年末の放送は良いお年をって言って終わって、良いお年をで終わりましたね。はい、だから元気になったねえ、どうし、ねえ、ちょっと直視しないでくださ い, いや突然でどうしようってめっちゃびっくりしてます。もうこれからでも毎年、毎週来ると思っていた方がいいと思いますから、うん、なんかネタを ねいつからかね、始まってしまったんですけどね。そうですよね、でも僕がほら、あんま出れない習慣もあったじゃないですか、うんうん、ちゃんとその時もやってくれてました ね, ましたね。だから僕も結構聞くの楽しみに、リスナーとしては結構、ね、楽しいですよね、エンディングで楽しみにしてた毎週みんなにこうすごいパンチあるやつ、あ、毎週みんなに回っていく、いや、この役割は違うんだよ ね, ね、そうなんですか、多分違うんですよね。今年の気合い入れじゃないですか。今年の気合い入れ、気合い、じゃあ僕らも一緒に気合い入れてもらおうか、はい、お願いします。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、なんかあったか、なんて言おうかなと思って今年は何年ですっけ。今日
虎年か。虎だね。虎のようにね、うん、力強く頑張ろうということで。あじゃあ僕らもガオーって言ってみましょう。はい、ガオごめん、ごめんなさい、突然すぎて。そう、なんか僕もエコーかけようかなとかいろいろしてたらいきなり言ったからもう耐えきれなくなってもいつもありがとう。いやいや、もうこちらこそです、本当に。今年もよろしく。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。じゃあこの、今日本週の放送はこれにて終わりでございます。はい、どうもありがとうございました。また来週。また来週。